ちゃ、こんにちは。さあ、ずっとやっている、ずっとやっているというか長いな、はい、長いですよ、やっている開幕オーダー予想ですけれども、これメジャーだったらどうなるんだろうね。30チームあるからな。もうね、日が暮れるところじゃないと、日またぎますよ、またぐな収録は、はい、さあ今日は、はい、まあ、もう残り4チームとなってきたので、はい、セリーグ、ヤクルトで、はい、パリーグが西武の開幕オーダー予想を見ていきますけれども、はい、江藤さん、この2チームはどうでした、はい、すんなりいったか難しかったか。まあ、ヤクルトの方はすんなりいった、うん、行きました、うん、ただ西武の方はちょっと苦しんだ、うん、まあそうですね、俺が苦しむ話じゃないっていつも常々言ってるんだけどさその山川選手がいなくなる、はい、うん、で今の時点でですけど、まあ、人的がどうなるか分からない、まあ、まあそうだなっていうところで、うんうん、だからなかなか分からない部分もたくさんあったけどもね。そうですね、あと、まあ、はい、ね、新しい野手が外国人入ってくるっていうところで豊さんはその選手どうしてるのかっていうのも興味ありますし、まあ、はい、じゃあ早速ヤクルトから、まあ、ヤクルトはね、うん、まあ、阪神とよく似てるんだよ、うん、だからそんなに変わり映えはないんだけども、はい、まあ、1番センター塩見、まあ、これはもうどうしたってそうです、ね、怪我すんなよって、そこだけです、ね、頼むよみたいな、うん、お前いなかったら始まんないからみたいな感じの選手なんです。そうなんですよ、やっぱ一番でね、一番でね、あのキャラクターでね、うん、もう本当に破壊力あるし、はい、ね、まあ、一番塩見、はい、で2番、2番は成長を見込んで長岡、まあ、昨シーズンが豊さん的には物足りなかった、はいはい、ってことですよね。そうだな、だからもっとブレイクしていくというふうには踏んでたんだけども、うん、ちょっと伸び悩んだかな、うん、でも今年はその殻を破ってほしいな。そうですね、はい、まあ、ここの 1,2 番コンビっていうのはおそらくもうこれで高津監督もなんか来そうな気もしますけどね。わからん、それはわからん、おっと、それはわからん、わからん、で3番、3番サード山田、え、ちょっと待って、いやだからセカンド、あのね、あなた順位予想のコメントの時に、ね、うん、山田選手の体調がどうのこうのって、うん、やっぱりね、うん、セカンドはもうそろそろいいんじゃないかなという、サードで今ね、頭の中がショートしてます。そうだろう、うん、まあまあ話を聞きなさいよ、はい、ね、いやだからあのサードにコンバートする、はい、うん、サード山田哲人選手3番、はい、え、サードの村上を4番で、まあ、4番村上選手がレフト、これはあれですか、やっぱり見据えてるってこと。いや俺の構想ではやっぱりサードでは評価が低くなる、その守備っていうことで、守備という意味でもね、うん、でも評価を上げるにはやっぱり村上は足速いからね、はい、言っとくけど、うんうん、早い、だからレフトでここは絶対行くわけでしょ、メジャーに行きますね。そうでしょ、うん、そうなってくるとやっぱレフトをやらしておいてあげた方が俺はいいのかなと思って、うん、まあこれは蓋開けないと分かんないけどさ、はい、でもこうした方がいいのかなっていうふうには俺は思う。これまでやってきた開幕オーダー予想の中で一番びっくり箱でした。ああそう、はい、本当サプライズ、サプライズですよ、福袋いや本当ですよ、いやいや、はは、だから山田哲人をサードに持っていって村上をレフト、おー、はい、で5番にライトサンタナ、あ、ここはもう通常ですよね、はい、はい、で6番に中村、おー、これはウスナ選手ではなく、まあ、中村選手、いや、もうやっぱ中村をかましたことによって優勝があったわけだから、うん、そうですね、うん、だから中村がやっぱ何でもできて、うん、両外国人を生かしたという、うん、つなぎの6番だから、はい、だからここら辺をやっぱ戻してくると思う、あの優勝連覇2連覇した時のように、はいはい、内山がマスクかぶっても俺はこの位置にすると思う。ああ、キャッチャーはじゃあそこにから変えないってことですね。変えないと思う、やっぱバッティングが効くしね、はい、だから中村もいいし、外国人にサンドされる形が一番いいと、そうそうだ、ね、はい、で7番にオスナ、オスナファーストこれオスナ7番打ってたら効くぞお前、いやそうなんですよ本当に、うんうん、で8番が竹岡、おセカンド、セカンドには竹岡選手、山田哲人選手のそこにってことですね、はい、で、先発は、まあ先発は小川、うん、まあそうなりますよね、はい、そうか、うん、だから、まあ優勝の王だと変わらないけども、うん、ただポジションが多少変わってるという、まあ、大幅に変わってますね、うん、これはやっぱ年齢とともにやっぱポジションも考えなきゃいけないし、うん、まあ、それが一つの成功例とすればその阪神じゃない、うんうん、そうですね、守備の負担はできるだけ軽減して、はい、また一つのポジションをずっと与えて戦っていくという、うん、これだったら多分遜色ないと思うんだよね、いいと思うんだよね、
で山田哲人選手もそのサードに移ることで守備の負担からそのバッティングの方にもうちょっと専念。ただねこれはねやってみなきゃ分かんないんだよ。サードの守備が負担になる時があるんだよ。え、逆にですか？逆に。だから負担にならなかったらすんなりいくと思うけど。これあの坂本選手ジャイアンツのショートからサードに移って負担、これは角度が一緒じゃん。あー、セカンドと逆じゃん。だからここら辺でちょっと戸惑う可能性もあるけどね。そっか、だからキャンプの時からどういう風にしていくのかっていうのをちょっと見たいですね。そうだね。もう、はい、これはちょっとサプライズでした。はい。西武ですけれども。西武は難しかったな。もしかすると一番難しかった。一番難しかった。部類ですよね。うん、西武。はい、一番。はい。一番サード外崎。外崎選手、はい、1番にするんですね。1番にする、まあ、3番とかそこではなく、やっぱね、外崎がね1番に入った時ってやっぱ活気づくんだよね、西武が。いわゆる塩見選手みたいな。そう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 、そういうタイプだよね。うん、うん、となると2番は、2番は源田、うん、まあ、このコンビで、はい、やっぱこうチャンスメイクしてほしいなですよね、はい。まあ、昨シーズンはねちょっと WBC の怪我で出遅れたっていうのは、そうだな、まあ、今年はね、うん、まあ、そういうこともないだろうから、はい、はい、1、2番で活気づいてからの3番です。3番はレフト昼間。おお、もう3番でじゃあ使っていくんですね。いや、もう彼はそのぐらいのものを持ってるし、うん、まあ、将来的には確実に、はい、まあ、1番でもいいんだけどもね、1番でもいいんだけども、やっぱりクリーンアップとして育ってほしいというね、まあ、願いもあるだろうけどね。そこはその負担というか精神的な負担にはそんなにない。いや、大丈夫大丈夫、大丈夫、この子は大丈夫。そっか、うん、で注目が4番です。4番はおかわり君。頑張りますね、中村。まだまだ頑張ってくれないと。去年はね本当に引っ張ってくれたので、もう痩せる思いだと思うけどな。いや、痩せてけど、いや本当にそのぐらいの負担かかってると思うけど、まだこの年でって。そうです、まあ、でも彼も目標あるからね、ホームランの数もね。そっか、だからやってくれると思う。でそこは DH で中村を返すと、はい、はい。で5番です、アギラ。はい、新加入です。いや、これね、新加入ね、うん、別の動画では入れないとか外してるって言うけど、うんうん、入れなきゃいないんだよ、西武の場合は。確かに、なかなか。だからもう期待を込めて、はい、アギラ。アギラ、まあ、メジャーリーグ通算144本、はいはい、ホームラン打ってますし、ね、192センチ125キロっていうと西武が好きそうだなっていう。まあまあ、そう、豪快にな。そう、まあ、カブレラよ最大でみたいな、そんな感じだよね。西武ファンはねたまらないですけどね、そうなったら、うん、だからまあファーストを任してね。そうですね、打ってくれることを期待というね、はい。ここでクリーンアップ固まりました、はい。で3、4、5、6番です。6番はセカンド山村。あ、山村選手がセカンド、はい、はい。やっぱこうバッティングセンスはいいよな、うんうんうん、希望なものはあるし、はい、まあ、守備の問題はあるかもわからないけども、源田に引っ張ってもらって、うん、まあ、成長を期待するよ。ああ、二遊間コンビですね、うん、そこは、うん、だからまあ6番に据えてるけども、これがまた打順がね、はい、変えながらでも、うん、まあ、使ってほしいなっていう選手だよね。そっか、はい。7番です。7番はライト長谷川。長谷川選手、はい、はい、やっぱり魅力あるよ、うん、意外性もあるし、はい、だからそういった意味ではその意外性に期待かな、うん、はい。8番、8番はもう古賀でしょ。キャッチャー古賀選手、キャッチャー古賀、はね、うん、もうバント決めた、うん、もう決勝で、はい、ドキドキの、ね、初球で決めたみたいな、うん、もう顔帰ってきたら真っ青だったけどまあまあそういうね、経験をしてね、はい、まあ、大きくなってると思うし、まあ、阻止率という面ではね、うんうん、まあ、いいもの持ってるからね、はい。で9番、9番は若林。今シーズンこそですね。まあそうだな、うん、で西武っていうのはやっぱり機動力で、まあ、ある程度勝っていかなきゃいけないし、まあ、クリーンアップが機能すれば、ね、うん、その一発とかそういうことで対応できるけども、うん、やっぱ機動力っていうのは大切な西武の武器、うん、まあ、その中で若林っていうのはね、はい、まあ、ルーキーの時に40試合で20個ぐらい走ってるから、うん、だからその足が復活してくれるとね、いいですよね、うん、そしたら外崎をまた別の打順で1番に持ってってみたいな、まあ、いい打順が組めそうな感じはするけどね。若林選手からのつながる1、2番っていうふうに、まあまあそうだね、だからまあそういうことに期待はしたいよね、はい。でもここはピッチャー、はい、まあ、高橋コーナー、まあ、もうこの人しかいないというね、はい、今年終わったらメジャーっていうね、うん、かもしれないですね、まあ、話も聞こえてきそうな、はい、そのぐらいのポテンシャルのピッチャーだから、うん、まあ、頑張ってほしいよな。そうですね、はい。さあ、ヤクルトと西武の開幕オーダー予想を見ていきましたが、いよいよ次回はその開幕オーダー予想ラスト、はい、日本ハムと中日になります、はい、はい。